えー、お疲れ様です。それでは28週目、材料の見通しからちょっと分析してみようかと思いますね、はいえー。28週目は7月の8日から7月の12日までの5日間です。さあ、やっぱり心配なのは介入なんですけども、どうも161円台では介入はどうも起きそうじゃないですね。全くあの財務省からも日銀の方からもその辺のアプローチがありません。まあ、ということでね、このまま 162円とか3円にバンバンとね、行くようでなければ、介入のことは、まあ、黙っていても良さそうだなと思っております。で、えっ、ー、と、7月の8日から12日までの、この28週目なんですけども、うん、まあ、これは、そこまで1週目よりも難易度は高くないのかなと思いますね。えー、それでは、行ってみましょうか。まずは月曜日なんですけども、小さいながらも、ちょっと材料がね、ぶわっと集まった状態で始まります。 まあこの月曜日っいうのはこの材料よりも先週、えー、雇用統計が終わった直後ですからその寄り付きがどうかなってところを見た方がいいと思いますね。まあ、9時なり10時あたりからあだいぶ相場の方は見ていけると思いますので、えー、まあお昼前後には、ねえー、チャンスを見つけてエントリーの解説をしたいと思います。はい、そしてて火火曜曜日日です火曜日は緩やかにに始まって23時に f r b の発言ということなんでえ、ここまででもうお分かりのように、月、カーで一つの括りになります。はい、そして水曜日ですね。水曜日もパウエル発言明けて、もうそろそろ相場の方がね、落ち着いてきた頃だと思いますので、えー、朝9時の日本市場の寄り付きを見ていきましょう。そしてその後23時のパウエル発言がまたありますということですね。だから月、カーという単体と水曜日という単体になります。 で、木曜日がまだ単独で始まるわけですけども、えー、これは前の夜のパウエル発言を受けて、寄り付きに注意しながら朝から仕掛けていける、そんな一日になるんじゃないかなと思いますね。で、木曜日の夜にはこのように CPI 出ますんで、ここで大割れが考えられます。はい、そしてそのまま金曜日、最終日に来るわけですけども、どうでしょうかね。CPI が揺り戻されて、その寄り付きから見るに、 金曜日ってのは、これは難易度が非常に高いというわけではないかなと思いますんでね。金曜日にしては攻めやすい方だと思いますので、ここは勇気を持って金曜日も攻めていければなと思います。はい。そういうふうな一週間ですね。うん。まあ、CPI とかね、こう出ますんでね、もしかしたら大揺れがあり得るかなと思いますけども、それ以外は、 パウエル発言がね、何が飛び出すのかわからないんですけども、結構何も飛び出さないんでね、いつも。うん。まあでも警戒はしていきましょう。はい。えー、月、火という単体と、まあ、水があって、木があって、金ですね。ちょっとばらけてるような感じですけどもね。注意しながら進めていきましょう。それでは。